お帰りなさい。アサシンを体験してみてどうかしら。私たちと一緒に戦ってくれる？リーコン、ファイルを。もうすぐだ。先月アブスターゴのメディアファイルを盗み、驚くべき情報を見つけたの。でもこれは極秘情報よ。再生はアサシンへの加入を意味するわ。テンプル騎士団に立ち向かい、アブスターゴからこの文明を守りたいと思うなら、再生を、そして真実に備えて。いい選択よ。アサシンの世界へようこそ。1950年代、人の DNA は三重らせんモデルで動くものと理論付けられていた。数年後、二重らせんモデルの支持者であるクリックとワトソンの研究がこの理論を覆した。そして今日では、二重らせん理論が生命の基礎であることが定説とされている。では、なぜ三重らせん理論は支持されたのか？なぜロザリンド・フランクリンの X 線が裏付けとなったのか？実は最初の標本は先駆者の DNA、つまり我々の遺伝子に組み込まれている古代人種の希少な遺伝子の痕跡から取られたものだった。三重らせん DNA が希少な先駆者ゲノムの基礎であるというその理論、これはこの時代における遺伝子の重大発見だ。その全貌を解明し、先駆者ゲノムの配列を確定できれば、無限の知識を得ることができるだろう。アニムステクノロジーによって先駆者の歴史の全貌が初めて明かされることとなる。そして我々は古代の言語を解読し、ついに古代の技術を手に入れる。人類がエデンのかけらを支える技術を習得できたところを想像してみてほしい。そうした発見は原子分裂よりもはるかに重要なものだ。そしてついに昨年、25対1という驚異的な比率で人と先駆者の DNA を保有しているドナーから、先駆者 DNA の豊富な標本を見つけ出すことができた。ここから我々の研究が始まる。我々の目標は三重らせんの解明、先駆者ゲノムの配列確定、そして世界の恒久的な変革。ようこそフェニックスプロジェクトへ。そう、こういう状況よ。アブスターグは昨年賢者を入手したの。古代 DNA を過剰に持っているとても珍しい人間よ。そこから現在と過去の賢者探しが始まった。見つかるたびにアブスターグは目標へと近づく。賢者を見つける計画は阻止したけど、アブスターグは先駆者ゲノムの配列を決定するまで止まらないの。ではどうしてアルノドリアン、フランス革命にいたアサシンを追う理由は？実はアルノが他の賢者とすでに接触していたことが判明したの。それがいつどこで行われたのかを調べてほしい。アルノが賢者の死に立ち会ってたら、アブスターゴは彼の体にたどり着く。その前に我々が見つけたいの。そこであなたの出番。データを安定させるためには遺伝子記憶を順番に通る必要があるの。あなたならちゃんとできるわよ。あなたは一人じゃない。他の新人、つまりあなたのようなアサシンも懸命に戦っている。もっと訓練や経験が必要なら声をかけて。よし。次のシークエンスをロード中。Un peu de patience, l'ami. Si tu pars maintenant, tu ne seras point payé. Dada, oui, on sait. Ah, qui a un grand air? Ah, il est mon nom. Ah, il est mon あ、焦らせておけ。
簡単に死ねると思うなよ。Tu dois en avoir assez de vivres pour venir voler dans ce quartier. Mais il est fou. Juste ici, viens. Ne crochons pas trop. Tu es un autre. Tu ne connais pas. Tu ne peux pas répondre. 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 Tu ne peux C'est comme ça qu'ils sont prêts. Ah, si je voulais. Je crois que c'est le tour des messieurs dames.任務は何だ？任務は配置について質問せんことだ。仰せのままに。Seigneur, vous cherchez à voler quelqu'un ?
業務でルーセル卿が気前よく 40% に合意した。苦肉の策か。司祭はどうだ。納得するさ。自信たっぷりだな、シベ。二馬車を用意しとく。これが詳細だ。円滑に進めろ。もちろんだ。円滑に進めろ。腐ったれ。俺がいい。スンデル、スンデル、連中には常に護衛がつく。どうぞ。次は叫ぶ前に済ませてくれ。シベールがまだ生きてるってのに、ここで何をしている。デラセールをやったんだぞ。こらえろ、シベールに構うな。今はな。来い、評議会が待っている。煙幕をお見舞いしてやれ。おい、ステージが落ちてきてるぞ。どこに消えやがった。やめろ、降りてこい。殺してやる。そこに戦う、切りつけろ。逃げ切れるところだ。ああ、ずっと会いたいと思っていたよ。ここに来い。無事無事。まずいな、愛国派だ。喧嘩好きの間抜けどもめ。奴らの気を引くな。止めなくていいのか。止めても無視しても変わらない。
相手にしたところで全員は救えないんだ小僧。なんと前向きな。おい、この1年行方が分からなかったシベールを見つけたんだぞ。名前がリストにないってだけで逃がすのか。今はその時。次はどうする？
テンプル騎士の記録が書かれた台帳をミラボーに渡す。奴は何もせんが。ずいぶん嫌ってるみたいだな。奴は自分を偉大な朝廷役だと思っとる。アサシンとテンプル騎士は争いをやめ、仲良く暮らすようになりましたとさ、というハッピーエンドを実現できるのは自分だと。それが悪いことか。自らを美化する絵空ごとだ。ジャック・ド・モレーの家系以来、テンプル騎士は大きく弱体化してるが、フランスの税関当局はもう安心だろう。アルピノンは死んだ。囚われの貴族を調べるとは手の込んだことをするな。あいつら何を企んでる。停戦協定で1年を無駄にしなければ探れたろう。そうかもしれん。協定はデラセール支部長とだ。死んでから2年近く経つ。今の責任者が黙って見過ごすはずがない。シベールを逃がさなければよかったんだ。シベールがいたのか。平和維持に不信しているのは知っている。だがデラセールをやった犯人を捕まえたくはないのか。否定はしない。しかし個人的な復讐心と戦略を混同するな。テンプル騎士を始末したいならやらせればいい。全て教えた。大丈夫だ。よろしい。アサシンよ。パリのノートルダムに向かえ。そこでテンプル騎士シャルル・ガブリエル・シベールを見つけろ。奴の秘密を突き止めた後、我らの教義に従い始末するように。あ、アルノ。アルノ、調子はどうだ。